皆さん、こんにちは。ベストの北川です。今日はこちら、先日行われました2024年メジャーリーグベースボールオールスター戦のレッドカーペットで着ていた大谷選手のブラウンスーツ、ここに注目していきたいと思いますで。これ、ちなみにブラウンスーツ、ボス、大谷翔平選手がアンバサダーをしてらっしゃるボスというブランドのスーツだったんですが、ここ このあとみたいなのを出したい、ちょっとね、某スポーツジム風に、このね、ブラウンスーツ、この大谷選手のブラウンスーツみたいに着たいという方のために、ベスタがこれ、いかがですかっていうブラウンを用意してみましたので,で、実際に大谷選手の、えー、レッドカーペットの様子を見ていきながら、えー、ご提案していきたいと思います。ここちちら、ら、じゃん。はい、こちらえー、とね、 このレッドカーペットでいろんなおしゃれな選手がこのファッションチェックのキャスターさんたちに呼び止められてあのインタビューを受けているところなんですね。私、この大谷選手の茶色のスーツ見て、いや、これトレンド意識した茶でしょと思ってたんですよ。そしたらなんと、愛犬、デコピンをイメージして選んだと、さらにこの裏地ですよ、裏地全面にデコピンプリント。 このもうあの大谷選手、家族、ね、今回、マミコ夫人とのレッドカーペットも大変話題になりましたが、家族全員でレッドカーペットのに登場するんだという熱い思い、家族思いの面を見まして、より ファンになりましたやっぱり大谷選手って素敵内なまメンバーで素敵だなとかっこいいですねと思いました。で、これ、あのこのサイト、これ、メジャーリーグベースボールの,あのサイトなんですけど、これ、YouTube のリンクも、ビコーに貼ってますので、後でゆっくり見たい方はご覧になってみてください。それでは早速、大谷選手に寄せていけるブラウンのパブリックベスタでご用意してみました。ご覧いいいたただきたいと思います けれどもこれ、ソリッドのすごくシャープさもあっておしゃれなブラウンですね。で、これ、イタリアのゼニアというメーカー、これはあのヨーロッパのまあ、ボスとは言いません、私もそこはわからないので、いろんなヨーロッパのメーカーさんがゼニアのやっぱファブリックはすごく最高級品質なので、えー、取り入れていらっしゃいます。でこの軽くててししなやかそしてやかそっぱりね品の 質の良さはやっぱり質の良さですなので、実際このウール、最高級ウールを使ったゼニアのトロピカルというね、すごく軽量で涼しいおりなんですけれども、このスーツで、で茶,茶がね単色だと深みとか分かりにくいので、横、オリーブグリーン置いてみました。オリーブグリーンと比較していただくとね、茶の色合い、これ、かなりあの自分で言うのもなんですが、大谷選手の今回のブラウンスーツに寄せていけてるなと思っております。なので、この大谷選手にもインスピレーションを受けて、ぜひブラウンスーツ着たいという方は、ベストにてお待ちしております。 であのベスタのえ youtube 動画でご覧いただいた方前回えー、過去のものをご覧いただいた方は分かってらっしゃると思うんですが実はブラウンスーツというのはトレンドなんですねなのでベスタの過去動画でもブラウンのご提案をのものもありますぜひそちらも見てみてくださいねもうあれこの機会にちょっと大谷選手のあやかってブラウン作ってみたいという方ベスタに豊富でご用意してまして、ね、あのそう 今回、比較で載せたオリーブグリーンも、実はこのね、MLB オールスターでオリーブグリーンのスーツでレッドカーペット歩いてらっしゃる選手もいらっしゃいました。このオリーブグリーン、ブラウン、実はキー,キーカラー、トレンドのキーカラーでもあります。なので、この際、おしゃれに大谷選手を寄せてきたいという方、えー、ぜひブラウン、そしておしゃれな方、オリーブグリーンの方もお待ちしております。ベスタでは反物でね、体にかけて、色合いが顔に入るかな、自分の好み全体とえイメージ通りかなっていうのを確認していただきやすいので、ぜひご来店ご予約の こちらのファブリック見てみてくださいえ。価格ですとか、そういった物性の詳細は、あのこの動画の備考欄に商品リンク貼ってますので、そこからゆっくりご覧いただけます。ということで、今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。もしこの動画気に入っていただけたら、ぜひいいねボタンを押していただいたりえ、YouTube チャンネルの登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございます。ではまた。